はい、速稼塾の久保です。今回はですね、メンバーシップの皆様にお知らせする情報をちょっとだけね、見出しだけお伝えしておきます。それはですね、このコロナ禍でね、 GoTo なんとかキャンペーンというのはいろいろありましたけども、そんなのなくたって、あのね、有名な星野リゾート系のそのスイートルームになんとね、一泊3万円で泊まれるんじゃないんですよ。一泊3万円以上する部屋になんとね、5000円ちょっとで泊まれるんですよ。まあ6000円はしません。そんな情報をお届けすることができます。この情報ね、どうやって使えばいいかっていうと、まあ自分は泊まりに行く予定ないからって方がいらっしゃいますよね。でも誰かはそこに泊まりに行くんですよ。どうですかね、通常3万円で予約しようとしたところに、いやいや1万5000円で予約できますよ、半額ですよっていうふうにお知らせすることができれば、あなたは差額の1万円を利益で取ることができるんですよ。要するに情報の仕入れでもうすでに儲けちゃってるわけですから、じゃあ情報を安売りしても利益が出ますよねって形なんですよ。でもこの情報知らない人はみんなね、3万円台で皆さんね、スイートルーム泊まるんですよ、ね、それが市場価格です。だって1泊3万円のスイートルームって別に高いと思わないんですよ。これはスイートルームってもっともっと価格がするところも多いですからね。で、私京都のホテルに泊まったことがあるんですけども、普通のホテルだったんですけども、1泊2万5000円しましたね。スイートでもなんでもないです、うん、でもちょっといいホテルでした。一般のその客室で2万5000円で2人で泊まったんで、5万円弱しましたね。で、2人と、まあ、大和くん1人なんですけどもね、5万円弱で1泊泊まりました。でも夕方に着いて次の日の10時にはもう出ていくわけですから、何の5万円だったんだろうと思いますよね。でも星野リゾートで5000円で泊まれる、しかも5000円で泊まれる権利を買ったら、それをね、うまいことやったら他の人に転売なりなんなりすれば利益が出るんじゃないかなって発想をお持ちの方は、これはね、この情報を仕入れておいた方がいいと思うんですよ。ということで、あとはメンバーシップでどういうふうに取るのか、どこなのかってことはお知らせしたいと思います。よろしかったらね、こんな情報をたくさんメンバーシップの方で出してますので、メンバーシップの方ね、 月額390円でございますんで、そんなに高くはないと思いますから、なるほど、そんな話があるのねというふうなね、雑談で人をびっくりさせたいようなお得話が好きな方とか、ブログのネタに困る方とかね、 YouTube のネタに困る方とか、情報発信して情報企業をしようとしている方、まあぜひね、その私のね、情報倉庫ともいえるメンバーシップに参加していただいたらいいんじゃないかなと思いました。ということでね、あとはメンバーシップに入ってからのお話でございます。それでは失礼します。